ウルーピーとアルジュナ。ウルーピーとアルジュナ。ウルーピーはインドの女子誌、マハーバーラタに登場するナーガ族の女性。ナーガをアイラーバタの家系に属するカウラビア王の王女、アルジュナとの間にイラーバットを生んだとされる。ウルーピーはアルジュナが12年間追放されていたとき、アルジュナに恋をした。そこで、アルジュナが火の釘のためにガンジス川で沐浴し、陸に上がろうとしたとき、 彼を水中に引き入れた。そして父カウラビアの宮殿に連れて行った。アルジュナはそこに成果があったので火の儀式を完遂した。その後ウルーピーはアルジュナに自分の思いを伝え、情報を求めた。最初アルジュナは拒否したが、ウルーピーは望みが叶えられないならば死ぬと言ったため、その夜を宮殿で過ごし、翌朝陸に戻った。なお、マハーバーラタ六巻によると、 ウルーピーがアルジュナに出会った時彼女の夫はガルダに殺されていてアルジュナに恋をした彼女をアイラーバタ王がアルジュナに託したという話である。しかし息子のイラーバとワはクルクシェートラの戦いにおいてパーンダバ側で戦い戦死した。戦後アルジュナがチトラアンガダーの息子バブルバーハナを訪れ息子のヘリクだった態度に不満な様子を見せた時ウルーピーはバブルバーハナに クシャトリアの生き方を解き、父と戦うように消しかけた。彼の矢が置いたアルジュナを殺すと、魔法の薬を与えて、アルジュナを蘇生させた。池田運薬、マハバーラト 4P575 では、蘇生に使われたのはマニーシュとなっている。ありがとうございます。